皆さ、ま、こんにちは大ニュースです中国半導体ファウンドリー採用店中心国際修正電路製造エスミックは10月4日アメリカ政府が一部のサプライヤーに対して同社への部品供給について事前輸出許可が必要であると通知したことを明らかにしアメリカ政府の措置は同社に 重大かつ不利な影響を及ぼすとしました中国メディア証券事報網などによるとエスミックはすでにアメリカや欧州日本などのサプライヤーに発注しました購入量は2020年1年間の需要を上回りましたアメリカの制裁措置に備え在庫確保をしたとみられます 業界関係者の間ではエスミックの半導体製造設備はアメリカの技術に強く依存しアメリカ政府の制裁でエスミックが経営破綻すれば中国半導体産業全体が壊滅的な打撃を受けるとの見方が広がっています。